フリードリヒ・ビルヘルム・ゲオルク・アドルフ・フォン・ヘッセン・カッセルは、ヘッセン・カッセルルン・砲白。1875年以降ヘッセン・カッセル、カカチョ長であり、母方を通じてデンマーク王位請求権を持っていた。フリードリヒは、ヘッセン・カッセルルン・ホーハク・ビルヘルムと、デンマーク王女、ルイーセ・シャロデトの長男として、コッペンハーゲンで生まれた。姉ルイーゼは、クリスチャン休世妃となった。 フリードリヒは3歳以降デンマークで育ち、長じて、軍人となった。1844年1月、ロシア王女、アレクサンドラ・ニコライブナと結婚した。しかし、アレクサンドラは男児を出産後休止し、未熟児で生まれた長男ビルヘルムも溶接した。1853年、マリア・アンナ・フォンプロイセンと結婚し、六死を設けた。ありがとうございます。